さんこんにちは、こんばんは、シンでございます。シンサーマニア TV ご覧の皆さんありがとうございます。ここはユイレール牧師駅近くでございます。左右に伸びているのが国際通りという感じになります。国際通りは、右側が県庁側、パレット雲寺側になります。左は西園橋があって、西園スクエアとかがあって、ユイレールの駅としては、ユイレールの駅ではないですね、国際通りとしては端っこの方ですねになります。でユイレール牧師駅近くにおります。ちょっとねユイレールの下を沿線をね通りながらちょっと通りたいというかね、この車載風景をねちょっと撮影したいなと思ったので通っております。ユイレール牧師駅でございます。ちょっと進みますか。この辺にね私の知り合いというか友人というかね元同僚が住んでいて、元気かなというねちょっと思ったりもしますが、それをまあ考えながら進みます。高校の先輩でもあるし名前も同じということでね、ちょっと元気かな。この先の信号を左に曲がるとユイレール安里駅があります。安里駅の方向に向かいたいと思います。右に行くと予備十字路とかがあったりしますね。この国道330号線ね、330の感じです。右に行くと那覇方面、予備とかね方面ですね。左に行くと浦添だとかね、中部方面というのかなになります。姫百合橋あたりかな。上がるとこの先が安里駅でございます。境町とか行くとかに時にはね、この駅で降りて歩いて行ったらいいのかなという感じでございますね。ユイレール安里駅を過ぎます。先はおもろ町駅、ユイレールでいうとおもろ町駅あたりになります。まあ、天気がねあまり良くないからかちょっと混んでる感じかな、この先にはデューティーフリーショップがあったり、あとはねこの先の交差点を左側に行くと県立博物館美術館とかね、三栄那覇メインプレイスだったりね、そういう場所でございます。おもろ町那覇新都心でございますね。でしたらストップしますかね。古島駅を過ぎたあたりでストップということにしようかなと思います。このあたりにはね甲子園で野球の甲子園大会で春夏連覇した興南高校だったりとかにしますね。
時間的にこれで大丈夫かどうかでちょっとあるんです。いいよ。ちょっと短いんではありますけれども、ユイレールの沿線沿いをねちょこっとだけ走ってみたというね様子をちょっと車載動画として撮影してみたんですけれども、まあ、あいにくの天気ということもあってね、あの空が綺麗とかそういうことではなかったんですけれども、なんとなくユイレールの沿線沿いの道の様子をね雰囲気を感じていただけたらなと思ってちょっと撮影してみました。あまり長すぎるとね、このスマホでアップするのでなかなか厳しいので、取っ手出しでね上げる予定ではあるので、どういう感じになるのかね、まだちゃんとアップ成功するのかどうかも分かんないんですけれども、ね、こういう感じでうまく見れたら時々というかね、定期的に沖縄の車窓の風景などをお届けできたらなとは思っています。でこういう辺りを道をね見てみたいよというリクエストなどがあればね、できたら答えていけたいなとは思いますがね、必ずというわけではないところはねちょっと申し訳ないんですけれども、でドライブライブでやっているとやっぱり電波の回線が悪くてうまく映っていない箇所とかもあったりするので、そういう場所をねこういう風に撮影したりとか、今後ねゆくゆくはやっていきたいなという思いはあります、はい、それがうまく成功したらなと思うんですけどね、なんでこういう感じで撮ってるかというと、単純に私が好きだからというかね、この思い出作りというか、この年のこの月ぐらいの、この辺の風景はこういう感じだったんだなというね、アーカイブにうまく残せたら私としても楽しいし、誰かがね、もしかしたら一人ぐらいはね、その年のその月のその風景、その通りがどんななってるか見たいとかね思う人もいるかもしれないのでね、そういう人のためにね、ちょっと残したいなと思って撮影をしているという感じでございます。だからね、たくさんの需要があるかどうかは分かんないんですけれども、それはね、一人でもこれを見てよかったなぁと思える人がいたらなぁという感じでの撮影という感じになります。島駅の近くにはアクロスプラザって言ってね、なんかちっちゃなっても大きいかな、これね、スーパーというかモールみたいのもあるので、ここでねいろいろお買い物ができたりとかしたりします。古島駅を過ぎました。で古島インターあたりとか何かね、止まれるタイミングとこの曲が終わるタイミングのところで終わろうかなと思います。と思ったら青になっちゃったね。この辺はドライブライブではね、ちょっとなんていうんですか、映像がカクカクになりやすいので、せっかくだからこの辺までは映した方がいいのかな、はい、ということで車載動画でお届けいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、コメントお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いいたします。それではシンでございました。次の動画でお会いしましょう。次のライブでお会いしましょう。それではさようなら。